皆さんこんばんは。忍者キャットにゃー。はい、ここは、札幌のね、あのおばんざい、カエル、はい、カエル、マイさんどうぞ。はい、よろしくね、にゃーにゃー。今日は、タグメダ協議会の、照井先生です、はい、と、もう水難協会の斉藤先生です。はい、ね、3人でカエルさん、あ、カエルです。はい、おばんざいです。でね、ここは美味しいんですよ。はい、ちくわね、唐揚げ、はい、これが角煮ですよ。はい、ね、で、ちょっとすいませんね、料理紹介しますよ。食べる前、食べちゃうとね、あれだからね。はい、これ何、山わさびの冷ややこです。はい、山わさびの冷ややこです。で、いぶりがっこね、チーズのせ、はい、にゃおーってことで、はい、まあこれゆっくりね。で、アジフライもいっちゃいますよ。はい、今はフライですね。はい、ね、フライですね、うん、ということで、ゆっくり美味しいお料理でね、ありがとうございます。はい、こちらですよ。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくね、おばんざいカエルです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、これゆっくりちょっと流してたな、はい、まあ、あとはもう普通にやりましょう、やりましょう。はい、これ帰りとこうね、いや、もう適当にこのまま流してたなって、はい、まあそんなことで、はい、いやいや、よろしくお願いします。なんかでもお会いしたことある気がする。いや、そうですね、そうそうそう、はい、そうですよね、はい、斉藤先生、だから言ったら早速こういったからみんな結構じゃあもう、あ、一度ここに来られてたんでしょ。この間来たのが初めて。そうですよね、そうですよね、はい、ありがとうございます。はい、もう水上バイクでもう育ててるんですか。すごいんだよ、もう、ね、ちょうどこの間来てたメンバーがそれのミーティングで、はい、そうですね、はい、へー、いや、楽しそう。そう、水難学会って言ってさ、はい、要は海のパトロールっていうかね、うん、すごいかっこいいですね。そう、かっこいい、救出する、そう、うん、まあ、まあ、そうですね。消防庁と一緒にやってるでしょ。海上保安庁、海上保安庁、はい、あ、すいません、海上保安庁、そうそうそう、うん、いや、それでさっきも話したさ、水上バイクも結構ガーって行くのかって言ったら違うんだってね、はい、どういうスローイズプロです。ああ、スローイズプロですよ。はい、体重量とかも大事だって言いますよね。そうですね、はい、いや、だからアイドリングで操作するんだって、うんうん、なるほどなるほど、うん、だからそれが難しい、うん、っていうらしいよ。免許もね、必要ですよ。いや、この間さ、はい、うちの店の前でずらーって言って水上バイク、はいはいはい、すごいの。あれ、ね、何 cc？ あれ1500です。1500、ええー、もうやばい。なんかホーストとかですか。ホースト、はい、今やっぱ今はホースト、うん、ホーストはやっぱ環境のいろいろ問題があるんで、ね、そうですよね、はい、そう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 、そうですね、ホースト、ツーストがバイク好きなんです。あ、いや、結構あの前ちゃん、私はちょっと乗らせてもらったんです、水上バイク。ええ、あ、はい、後ろ乗せてもらったんです。はいはいはい、これじゃないかな、私も乗りたいの、へえ、もうお助けなんですよ、海の前、守護神、守護神です、守護神ですね、はい、ね。でもこちらも今日のメインゲストです。あ、そうなんですか。はい、照井先生です。照井先生はもうこの大ベストセラーアマゾンで1位の、はい、イラストで学ぶ戦闘外傷救護、これを著書です。これおかしいんだよ、こういうね、こういうアニメ、わかりやすいですね、うん、そう、このね、実はアニメが、好きで買う人がいるらしいっていう、そういうと、このアニメはもともと何かあるんですか、そういう、はい、こういうアニメがあるんですか。この、はい、うん、この海兵隊を封したその、まあ、はい、アニメのシリーズがあるんです。あ、もともとあるんですね、はい、そう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 、それにこの、それのブランドも一緒にみたいな感じで、ていうか、まあ先生の内容がハードコアだから、うん、なるほど、わかりやすくね、イラストちょっと見てみて、ね、うん、そうなんですよ。それの実は講習会を、はい、うちの店や常設会場、で、自分はだから、うちは FLHQ はね、はい、
あのまあキャプテントムの絡みもあって、うんうんうん、あの先生のご支援ということで会場を、はい、あのお貸しするっていうか場所を提供するように、うんうん、だからそれでもういやプロフェッショナルね斉藤先生とか、いや皆さんあの救命の先生とかあとナース看護師の人たちがやっぱりこう現場の人たちが一番スキル持ちたいっていうか、うん、そんな話でねあって、うん、あとは自衛官の方ね、やっぱりプロフェッショナル最前線で、うん、かわいい、そうだよ。奈良に来る奈良に来るって俺が教えてやるよ。あ、本当ですか、うん、もうね、止血体ぐるぐる巻いちゃうよ、うん、へぇちゃんと読んでね、アスパラはい、そう、焼きアスパラですよ、焼きアスパラねなんだかもうみんなね、やってることはハードコアかなんかよくわかんないけどね、カエルでーす、にゃおということで、はい、新しいよろしくお願いします、ね、新しいところ新しい本も出ますねと、あ、よろしくお願いします。新しい本のタイトルは、新しい本のタイトルは、あれですね、はい、あれ、空からの救援の呼び方っていう、はい、空からの救援、あ、はい、空からの救援の呼び方って地上からじゃなくて、あのいわゆる飛行機に救難信号を送って、はいはいはい、コミュニケーションをするための本が出るんですね、はい、あ、出版は OTS です、はいはい、畑山畑山社長とか、はいはい、で、あのグッズもその時一緒に販売になるので、あの対空付板に対空信号がプリントしてあるんですよ、はい、製品になって、あと鏡も厚さ 0.6 ミリのアルミの板を磨いた、はい、あの信号用のミラーができて、はい、あすごい軽くて綺麗、はいはい、ですね、あ、そういえば先ほどの話した先生の最近のご活躍、琉球大学の医学部の講師です、ね、講師、さすがですね、いえいえ、とんでもないです、そこ何を教えるか、医学部の3年生に、はい、あの救命を教えてます、はい、あとはその、はい、いわゆる離島の航空支援、はい、あ、はいはいはい、患者を運んだりとか、そうですね、まあ、もしくはお医者さんを、はい、あのヘリで運んだりとか、はい、ドクターヘリ、ドクターヘリの、はい、そのあのいろんな教育とか、まあ、現場のなんか研究とかやってます、はいはいはい、それで今回は手術棟を買いに、あ、キャプテントムのねそう、キャプテントムで手術棟ですよ、 LED の、はい、もう即資金として飛んできました、うん、ありがとうございます。で、ゆるく飲んでますね。ということでよろしくお願いします。はい。